12月30日水曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩二の OK 工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます 日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田工事の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日の天気曇り時々雨ということなんですが午前中の降水確率が80%そうです、ね、冷たい雨が降るみたいですねはい、関東地方南部を中心に朝方ですね雨が降る予報になっていて今雨が降っていない地域もですね少しずつこの雨の降る範囲広がっていきそうです、うん、ただ午後になると少し収まってきそうなそんな予報になって 西から雨雲が確かに近づいてきてるなというのがレーダーを見ると分かりますので、はい、まあこれが午前中にかかってくると。うん うん、お正月の準備はだから午後から買い出しかなというようなね、感じになるかもしれませんがそうです、ね。そええー、今日もあったかくして過ごしてください。もうさすがにお正月ムードという感じに、まあ、待ち場もなってきてますし。はい、で、えー、新聞各紙もですね、スタジオに運ばれてきてるんですけど、やっぱこう。パッと思った時の手触りで、あれ、薄くないかっていう。感じになっております。あのー、各紙ですね、まあ、二十四面体制とか、まあ、二十六面体制ぐらい。です が毎日を持った時にあれ今日は薄いなと思ったんですよ22面ずりとまあ、しかもその中にはあの株式の値段もあるんであやっぱりこうだんだんニュースも枯れてきてるんだなというのが非常にわかるんですが、えー、各紙一面を見るとですねやっぱり特集記事が多くなってますで上ちゃんがですね先ほど一面をざっと読む時にも触れてましたが毎日新聞の一面は音の出る信号8割稼働制限という,うえ見出しがついております、はい、夜間や早朝帯で音が出ない設定にしている とところが多いと、まあ、それは近隣にお住まいの、ねえー、方々からの苦情などを考慮してということなんですが、まあ、こういう話ってね、うん、結構、の音の出る信号機周りを私もラジオチャリティーミュージックソンのおりなどに何度か取材をしたことがあるんですが聞きますね私もあの以前あの、うん、オールナイトニッポンプレミアムキスマイフットツー2の皆さんの番組にお邪魔した時に、<ー>あに横尾さんがいろいろとこう調べていらっしゃっていて、はい、その音の出る信号機設置する その周りのお住まいの方,お住まいの方にその理解というのもこう必要になってくるんですよねと,いうことをおっっしゃってたんですよね、うんまあ、あのライフスタイルが変わっているということもあって、まあ、あの夜寝る時間、うん、夜じゃなくて朝寝たりとかっていう、ねうんえー、方々もいらっしゃるそうするとその音というのが非常に気になると、はい、こういう方もあるんですが、えー、ただ、ですねこれ1面から3面に向けてですね結構あの大展開をしています。相当あの詳しく、えー知ら 調べたんだろうなとまあ全部の都道府県をね1個1個当たってということをやってましたんででその中で3面の総合面の見出しはこうあ,あります音なき横断歩道をうんまかせっていうですねこれあのそう横断歩道あのカッコピヨピヨって言ってですね、えー、今はね昔はあの結構ねあの音楽だったりとか、えー、することが通り安静だったりとかね、えー、多かったんですが今はか があ、まあ、前と後ろ両方からなると、うん、で、えー、一方が括弧となって、えー、もう一方が括行というですねあの相互なきかわし方式というんですが、そうするとあの真ん中に立った時にどっちが自分の向かう方向だっていうのが分かるので、今はそういう方式にしているところが多いんですけれども、であのこれがあるとないとでは全く、ガイドが全くあるかないかという違いがあって、あ、うん、あののこうあの 視覚障害を持っている方の歩行についてですね詳しく研究している岡山県立大の田内雅樹さんという方に私も詳しくあの話を聞いたことがあるんですがやっぱりあのどうしても自分はまっすぐ歩いてると思っていてもこう左右にどんどんと分かれてしまうというのがこれはあの実際の実験でも証明されてますですのでこういう音がないとまっすぐ歩くっていうのがですねまっすぐ歩くっていうのは実はものすごく視覚に頼っている部分があって、うん、これがあのご自身でですね安全なところでぜひ目をつぶって歩いてみ てくださいそれを他の人が見てるとまっすぐ自分を歩いているつもりでも相当右左にあの行っていることがよく分かるということなんですが孤島とほどさようにです、ね、音がない信号というだけで,であのものすごいリスクを負うということがあると、まあ、あの専門家の方々などは夜間は音量を下げるなどとかいろいろ工夫のをすることができるだろうと<ー>あの一律で音をこうカットしてしまうとかっていうのはあの果たしてそれでいいのかと、えー いう提言をしてますこれは、ね、非常に読ませる記事だなと思って、うん、そして、我々、ね、あのラジオはあの目の不自由な方もたくさん聞いてくださっているし、えー、ラジオチャリティミュージックスもやっているとこういうこともあるので非常にこう興味を持ちました視覚障害者団体は改善を要望しているとこれ本当に、ね、昔からずっと言われているんですけれどいま、うん、だにこうなかなか、ねえー、改善していかないと。 うん、視覚に障害のある方もいろんなライフスタイルありますからね、お仕事されていて残業されることももちろんありますから、この時間しかならないってなってしまうと、うん、一気にやっぱりその残業とか夜がちょっと高速になってしまったって言った時に、歩く時の不安というのはやっぱり出てきますよね基本的に、この,あの生活している地域などなど、生活関連道路と呼ばれるところに、はい、法律でバリアフリー化が求められていて、そういうところを中心に、このトンド信号 時が出てるんですけれれども、まあ、これあの比較するにはちょっと規模が違いすぎるかもしれないですが例えば諸外国でいうと香港なんかはもうあの全てのほぼとんど全ての信号があの音が出るようになってるとでしかも、これかなり原始的で、えー、赤のときはカタカタッ。 カタっっててて言るんんですよなかベルみたいいのがそれが青になるとカタ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 って結構すごい音がしてるんだけど全ての信号がそうだからもう常識化しているということがあってですねでこのカタ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 っていうのがエスカレーターだとかいろんなところで同じ音が鳴ってるんであここは注意しなきゃなんないとこだなっていうのがもう耳に入ってくるとすぐわかると。 いう形になってると、まああのー、日本は、ね、これだけ広い国土でそして信号の数も相当多いということになるとなかなかその香港のようにはできないかもしれないんですけれどが一定程度普及しても完全に常識の音だというふうに、まあ、なっていかないといけないのかなとうまあ道は遠いような気もするんですがただあの、こういったあ調査これはあの毎日新聞朗索だなと思いましたのでご紹介いたしました。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについて、えー、ご意見をお待ちしておりますあのオープニングで話した今日の毎日の一面を飛んでる信号機8割が稼働制限されているという、うん、ニュース様々いただいてますね、えー、ツイッターで、えー、いただいていたのはですねこれあのうちの近所の信号なんですけど青いボタンを押さないとあ 音が鳴らない設定でここに気づかない目の不自由な方っているような気がしますというですねそうそういうところも結構あるんですよねうん、えー、ご意見お待ちしておりますえー、今日のコメンテーターは元航空自衛官で評論家の牛尾正人さんです取り上げるニュースですがえー、まずは在日米軍が新型コロナのワクチン接種を開始したというニュースえー、それからバイデン前副大統領が演説をいたしました同盟国と連携し中国に対抗するというふうに述べたということです さらにアメリカの偵察機が北朝鮮の軍事パレードの準備を監視かと、えー、韓国の上空などを飛行しているというニュース、えー、そして、えー、7時半前のキーワードのゾーンさらに7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは年末特別企画、えー、対特殊武器衛星隊という部隊について取り上げます。こ、えー、こののの部はと対、まあ、対応応いう舞台なんでですが、えー、この新型コロナへのお対応で、まあ ダイヤモンドプリンセス号であるとか、えー、空港での PCR 検査であるとかさまざまなところで今年活躍していると活動している部隊であります、えー、私もあのこの駐屯地にお邪魔してですね、実際に訓練の様子なども取材してまいりましたのでその模様をお伝えいたします えー、ここが気になるです、えー。新聞各社入ってまいりまして、先ほどね、新行アナウンサーも読んで、えー、くれましたが、えー、日経平均株価昨日の終値が30年ぶりの高値であったと、えー、27,568円ということで、えー、27,568円15銭か。 バブル期以来のおよそ30年4か月ぶりの高値水準といや、すごい上がったねとでそして今日、大納会を迎えるということでありますが、えーまああのー、アメリカの株式市場の動きっていうのが結構日本の市場には影響しますんでダウ、えー、平均の終値をまず確認しておきますと、えー、今日は3万飛び335ドル67セントで前の日と比べて68ドル30セント安となっております。少し下げたという感じですねあの昨日の 方が 追加経済対策成立で交換をしてですねニューヨークの株式市場は過去最高値を更新したと、まあ、そこでぶわっと風が吹いたんで日経平均もダーンと上がったというような面もあったようなんですがえ、えー、今日に関してはまあそれでぶわっと上がったアメリカの市場は利益確定の売りが結構出たということでちょい下がりという感じになっております。でまあ、このどううしててこれだだだけけ足元経済冷え込んでんでるのに株だけ上がってんだろうねと というところは、まあ、いろんなこう見方があってです、ね、あの例えば、今日の日経新聞などはあの個人の株を買うっていうのが結構出てるんじゃないかというような記事をです、ねえー、総合経済面のところで出ております特にアメリカなんですが、えー、アメリカ個人が巣ごもりがいと、まあ、あの外にも出れなくなったしほとんど娯楽らしいものもできなくなってきたという中で、えー、なんかネット証券の口座がかなり増えているということ。 が言われておりますまあ日本でもそのネットで個人が買うというのも結構入ってるんじゃないかというような指摘もあるんですが一方でまあこの 株価というものは足元よりはその先を見るという,ふうに言われていて、えー、だから今だともう来年どころか再来年ぐらいを見ていくとまあ確かにこのエコノミストなどに話を聞くとですね、えー、そのまあ各社の予想なんかももうすでに出てますけれども、まあ、今年2020年度で来年2021年度この辺はコロナの影響もあってマイナスになるんじゃないかと言われているんですが2022年度に関してはあ5割ぐらいのプラスというのを見込んでるところが結構ある あるんですね、でその辺をすでに株式市場徐々に織り込み出しているのでえ上がっているんじゃないかというようなえ、えー、分析もあるようです、まああの確かにこれだけですね今年も来年もへこんでくるということになると、まあ、あのデッドキャットバウンスなんていう、ね、話もありますがどんとした後はどんなもんでも弾むということがあるんで、えー、少し上がると、まあ、少しというかそれで 5, 5割も上がるんだと。ただ5割上がっっててももこのののコロナの落ち込みっていうものを 全部回収はしきれなないいとういうような指摘もありますで一方で、えー、円の方が、ですね円ドル相場というのがかなり、えーまあ、ここのところずっと円高あ方向に振れてます。えー、足元、今103円53銭付近での取引ということで、まあ、ちょっと前までですね、えー、105円、まあ、もうちょっと前に行くと110円ぐらいだったことを考えると、まあ、かなり円高になっているとで、ただ企業業績に関してはそれほど影響がないというのが、えーまあ、かつては円高、 でえー、輸出企業を中心にかなり厳しかったんですけれどもそれが、えー、変わってきたと、えー、かなりです、ね、この円高に対しての体制がついてきたというのが1点とそれから、あのー、為替の方向は、えー、どうなるんだというとこれもエコノミストの方々は来年円高方向をかなり予想してますね、えー、それこそです、ね、来年末100円切るんじゃないかみたいなことを言う人もいてえーと思ったんですけど、あのー、昔はアメリカと例えば日本の間で金利の差があると えー、そこであの日本は基本金利はあまり高くないとアメリカ金利高いっていうと日本で日本円で借りたものを今度アメリカドルに変えてでアメリカで運用するということをやると結構儲かるぜなんて話なんでそうすると日本円を売ってアメリカドルを買うっていう需要があるんで、えー そうするとドルの方が高くなると、ドル高、円安の方向に行くということが言われていたんですが、これ、今、株と円がかなり乖離しているとういうことになってます、これあの、もう両方ともです、ね、緩和してるんで、ほとんど金利に差がなくなってきちゃったということになってくると、でそうすると、日本は輸出が、まあ、そうは言ってもね、えー、内需中心の国でありますが、輸出もかなりあるとで、アメリカはどちらかというと、世界中から物を買ってるんで、経、え、常、ー、収支でいくと、まあ、赤字国ということになる。日本は黒字国 ということになるということとになるとあの決済をするときに物を売ったらドルでもらうじゃないですかアメリカで例えば物を売ったらですねでそれを日本の企業は日本円に変えなきゃならないとでそうすると逆の流れでドル手元にあるドルを売って円を買おうとする流れが出ちゃうんでそうすると潜在的には経常黒字国は。えー 通貨が強くなると。要するに円高方向に圧力がかかるということがあるんで、えー、それを考えると、この先も円高なのかなっていうふうにですね、えー、このミストは抑をするわけです。ただ円高になると、なんか、やっぱりリーマンショックの時とか思い出すと、あの時の円高とかも辛かった。 ね、ええー、ことを考えると今の水準はちょっと辛くなってくるんじゃないかと一般庶民としては思うところでありますそうすると金融緩和と財政出動しないとまずいんじゃないのという話にもつながるわけです。 えー、ここが気になるプラスお先ほどですね、えー、配信されたニュース6時過ぎに配信されたあ共同通信のお記事なんですけれどもおと思ったのが原発事故で、えー、天皇陛下避難を打診というですね、えー、ニュースがありましたあのー、東日本大震災3月11日まもなくね、えー、次の3月で10年になるというところなんですが、えー、これをめぐって当時の菅直人政権 県がですねえー、この福島第一原発事故の直後、えー 今の上皇陛下ですね、えー、当時天皇陛下ですが、あのー、に対して京都か京都よりもっと西に避難するよう非公式に打診していたと元政権幹部が29日までに証言をしたということなんですね、えー、宮内庁側は上皇陛下のご意向として、えー、国民が避難していないのにありえないというふうに伝え政権側は断念をしたということさらに複数の元官邸幹部は皇、えー、位継承資格者で ある、えー、秋篠宮殿下の長男、被災党殿下の京都退避も検討したことを明らかにしたと、えー、いうことなんですね。あの上、ー、皇陛下というと、あのー、東日本大震災、あの時にはですね、えー、3月16日、だから事故が起こり、そしてそれが深刻化していくというですね、まあ、最も深刻な状況がずっと伝えられ続けていた、えー、中 あでしたが、えー、国民に向けてビデオメッセージという形で、えー、お言葉を発せられたと。まあ、あの、その中で、えー、自衛隊、警察、消防、海上保安庁をはじめとする国や地方自治体の方々、諸外国から救援のために来日した人々、えー、国内の様々な救援組織に属する人たちが、えー、余震の続く危険な状況の中で日夜救援活動を進めている努力に感謝し、えー、その労を深くねぎらいたいと思いますと、えー、いうふうに、えー お言葉を発せられたとまあこのね、えー、現場で本当お睡眠時間を削って、えー、命の危険にさらされながらもお救助活動を続けていた方々どれだけ励まされたかということだったんですけれどもお時の政権はそういったことを考えていたのかと。まあ、もちろんねこれそのお 緊急事態でもあるということで危機管理というところでは、まあえー、そういうこともあったのだろうと思いますけれども、まああのー、陛下の,です、ね、この国民に寄り添うという姿勢そして まあ、あの、この時も確かにその背中でお示しになられるようなですね、ええー、感じを私も思ったあところがあったんですが、でええー、なんというか、えー、気持ちをですね、しっかりとお持ちになって、まあ、あのー、こう言ったら、ひきんな言い方になりますが、腹くくってらっしゃったんだな、ということを非常に思う,うニュースでありました。まあ、こういう形での検証記事というのが、来年の前半はいろいろ出てくるのかもしれません。ええー、こう気になるお伝えしました。 さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。え、今朝は元航空自衛官で評論家、牛尾正人さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。え、くれも、してまったところで、ありがとうございます。こちらこそ。あの潮さん、元航空自衛官でもいらっしゃって、で、あの全国さまざまな、基地にもいらっしゃったと思いますが。なんか、お正月って、あのルーティーンとしてやることとかって。っいうか、仕事ですよね。まあ、ただ、あの、基本的に通常の訓練は。 まああの年末年始でえお休みということではあるんですが、有事即応ということで、もし何かあったら対処できるように、ある一定の割合の隊員は止まっていると。 中に行って、まあ私当時まあ若い初級幹部ですので、ええはい、まあ特に独身のですね初級幹部は大概そういう時にはあの色り組ということで、お前いるよなっていうことになると、<laughs> あやっぱりこうシフト的に俺だよなみたいなことになると、はい、<laughs> なりますね。なるほど。あのどうなんですかお造りが出た人がそういうのってあるんですか。まあ多少あのそういう配慮ということもないんでしょうけれども、えー、口の中の食堂ではまあそれっぽいメニューにはしてくださるなと。 あなるほどまあでもあれですよねそうは言ってもじゃあお正月だからおとそ気分でってわけにいかないんでしょう、ね、なかなかその何かあった時のためにいるわけですのでそうですよね <laughs> 中で泥酔してるわけにもいけません、ね、かないんですよねじゃあちょっと乾杯ってわけに <laughs>、はい、いかないですもんね、うん、いやでもそういうことをこう今もやってらっしゃる方がそうですね <laughs> どこの中途地にもだからいるってことですねそとねまあねその上今あの鳥インンフルエンザだとか、うん、新型コロナも そうですけど災害派遣でいろんなとこ行ってらっしゃる方も、うん、これまた雪がねそれもありますし、まあ、航空自衛隊はその対領空侵犯措置と、はい、まあ実任務がありつい最近もここ連日あのスクランブル発信出てますのでねなかなか特にパイロットで待機についている方なんかはかまあ普段と変わらない日常を強いられていると <laughs> 全然新しくない日常ということで皆さんどうもありがとうございます。<laughs> はい ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩二の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅政権の政策や経済対策新型コロナ対策などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきます あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK 康二アップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしていますでは最初のニュースこちらです在日米軍が新型コロナのワクチン接種を開始 在日アメリカ軍で新型コロナウイルスのワクチンの接種が始まりました昨日までに日本国内6つの施設で始まり医療従事者などが優先的に接種を開始しております、えー、基地内で働く日本人従業員への接種は見送られる見通しです、えー、在日アメリカ軍には先週およそ8000回分のワクチンが到着したということで、えー、28日からすでに接種が始まっていると まあ、やっぱこの、ねえー、軍の方々っていうのもある意味、打ったかない,とっていう対象になるわけですかね。まあそうですね、あのー、日本の自衛隊も同じようにあ<ー>まあやはりいろんな形で、まあ、さまざまなあの特に医療関係者などは日本でいうところの災害派遣のような格好で、うん、あの対象されておられますので、まあ、優先 的に接種を受けるるというのはある意味当然だと思いますし、まあ、特にこのニュースになっているモデルナ社についてはアメリカの連邦政府、まあ、特に国防総省がこの開発にほぼ全面的に協力をしてできているものですので、まあ、軍に優先的に供与されるというのは自然な流れだと思いますし、まあ、そもそもその軍隊というのはです、ね、いわゆる三密をこう避けがたい側面がありましてですね。 そういう人たちにま優先的に接種というのは、私はま当然のことなんだろうと思いますけれども、他方で我が,我が国の自衛隊はどうなっているのかということを考えると、全国の自治体からですね、例えば看護師を派遣してくれなどと言われてですね、やりくりを強いられているわけですけれども、せめてそういう方々にはですね、優先的に接種できるように政府もですね、まだ日本国内の様々なその臨床試験とデータが集まっていないということで でまあ、認可が下りないということを聞いてますけれども、はい、来年の2月なんですかねって、でもこの間にもです、ね、今でもその活動されておられる方々いっぱいいるわけですので、もちろん安全性、大事なんだろうとは思いますけれども、はい、まあ同盟国、アメリカ、あるいは友好国のイギリス等でですね、そのまあ 例えばアメリカの次期大統領以下も接種始まってますからね、そう,ねまあそういうデータはじゃあ、逆に言うと信用できないっていうことなのかな、点々点というところもちょっと疑問ですけれどもね、うん、確かに、まああのね、自衛隊の中でも病院とか診療所などがあって、うん、そこに、ねえー、配置されている、まあ、医官とか看護官の方々もいるし、はい、あのダイヤモンド・プリンセス号の例なんか見ると、うん、その患者さんの搬送だとかに、うん、まあ輸送隊の人たちとかも入って、うん いたということを考えると。 ねえ医療従事者だけじゃなくって、そこにも接種しなきゃいけないんじゃないかって、ふと思いますよ、ね、そうだと思います、しかもまあ本当に三密避けがたい職場ですので、一、ええ、人でもその感染者を出してしまうとです、ね、まあ、いわゆるクラスターの温床みたいなことになりかねないという側面もありますので、まあ他の一般の方々よりは優先すべきではないかと思いますし、前というと、これ、モデルナ社はです、ね、はい、アメリカの先ほど申し上げたように、まあ、軍事研究の成果としてこれほど早くです、ね ですね、開発に成功したという側面もありますので、うんはい、軍事研究に反対されておられる日本学術会議の会員様などは、ですね、はい、一番後回しにしていただきたいなっていうのが、私の個人的な意見ですけどね。<laughs> まあ、これが、これがまさに軍事研究の賜物ですけれども、いかがですかと,ういうと,と思いますけどね。<laughs> いやでも、ことほどさ幸いにやっぱそこ、線引きはできないだろうという話ですよね。はい、でしかもこれ、確か1000億ドルとか、もう相当な額がこう入っていると。はい 日本だって製薬会社はあるしで他方その、国防予算というもの防衛予算という話ですが、はい、まあ不十分ながらこうついていてると、はい、だから本来だったらそこからお金出して我々のために研究してくれっていう発想があっても。 おかしくないんですかそうなんですよね、まあ、一般論としてはそういう枠組み、防衛省が作っているわけですけれども、はい、まさにその日本学術会議が声明で、そういうのに協力すべきでないと、でその通りだと、朝日新聞が社説で書いているような国ですのでね、そのような社説を書いた方を含めてですね、自ら身を所していただきたいなと思いますけどね。えー、まずは、在日米軍、新型コロナワクチン接種開始というニュースを取り上げました。おはようニューースネットワーク 東京有楽町日本放送キーステーションに、全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは、元航空自衛官で評論家、牛尾雅人さん。取り上げるニュースはこちらです。バイデン前副大統領が演説、同盟国と連携して中国に対抗 次期アメリカ大統領への選出が確実となった民主党のバイデン前副大統領は28日デラウェア州ウィルミントンで外交・安全保障政策について演説し同盟国との関係を強化し中国に対抗する方針を示しました公正な貿易や人権問題についてより強い立場で臨む考えです 外交安保チームとオンライン形式で会合を行ってその後に外交方針についての演説をしたということでありますがどうご覧になりますか。 まあ基本的な方向性としては、大統領選挙の中でまあ打ち出されてきたことですし、当然今回の選挙、現職のトランプ大統領とまあ一気打ちという格好でしたので、トランプ政権の掲げていた、いわゆるアメリカファーストというまあ一国主義的な色彩とまあ対照的なところを狙ってきたとまいうところもあるんだろうと思いますま。いずれにしても、バイデン、 まあ前副大統領つまりオバマ政権の時の副大統領でしたのでまあオバマ政権の8年間と基本的にはまあ同じような方向性を目指すという国交になるんでしょうけれどもまあトランプ政権とは対照的にまあ今までとは違うんだぞというのを見せるためにもまあ特にこの 同盟国と連携してという部分におそらく大きな重きを置くことになるでしょうし当然、日本もその中心的な役割を期待されるということになるでしょうからさまざ、あ、まな面で、まあ、それを仮にアメリカの圧力というふうに捉えるのであれば圧力は強まるという格好にもなると思います、はいうん、これすでに、ね、ホームページ上でこの演説の中身というのも出ておりますがちょっと気になるのが自由で開かれたイン インド太平洋というトランプ政権はもちろんですがもともと我が国から発したこの概念というものをいつまでたっても使わないですね、うん、バイデンさんそうですね、まあ、これは実はあの日本側もですねその後、はい、重要な国際会議の局面で菅総理が別の表現を用いられたというところも気になりますし、はい、ま,あまさにその電話でですね、うん、次期バイデン大統領と日本の総理、お話になられた直後、まあ、たまたまあの BS のテレビ番組に 呼ばれて、ええ、その点も指摘をさせていただいたんですねというのは日本側は自由で開かれた インド太平洋という話をしたというふうに発表してるわけですけれども、はい、アメリカ側から出た英語の表現を見ると、はい、まあ自由も開かれたもない繁栄、はい、しているい安定しているという英語はあったということなので実はその後日本側が国際会議で使った表現と同じだというところもさらに気になると,ところですし、うん、まあついでに申し上げると日本側は尖閣について安保5条の適用があるということを向こう側から から言ってきたんだとこっちが驚いたくらいだというふうに、はい、その後も含めて説明をしているわけですが、はい、これも「尖閣」という単語英語の お発表文にはないと、うん、まあいうところがですね、事実がどうだということよりは、そうした日米間の認識のギャップが、はい、例えば中国にどう見えているのかというところは、ぜひですね、日米両当局者にはですね、うん、まあ十分留意をしていただきたいと思いますし、あの自由開かれたって単に言葉がそのあるないだけの問題ではなくて、はい、その日米両国が今公式に言っているのは、例えば中国が一強になってですね、はい、力い 力によってこの現状を変更し、中国による平和で安定したインド太平洋地域が作られてもいいことになってしまいますので、うんええ、自由という単語はです、ね、絶対に譲ってはいけないキーワードだというところをです、ねうん、ぜひ肝に銘じていただきたいなというふうに安全で繁栄したっていうのをしきりに使ってますけれども、うんはい、確かに力によってこの紛争がないイコール安全、はいはい、ということは、 できちゃうわけですよね。そ,ううそのもとで繁栄、経済的には儲かるみたいなも、できちゃうわけですよね。そう,うですね。例えば香港を例に挙げると、はいはい、中国がまさに力によってですね、警察力を含めてですね、制圧をすればですね、はい、一見繁栄した、安定したということになってしまって、これでいいじゃないかということになるんですかと。それは自由で開かれたという。 大局のです、ねはい、ことが今、えー、香港、あるいはチベット、ウイグルなどで行われているわけですので、ここはあの譲ってはいけない一線だというふうに思いますうんこれ、日本として、まあ、あの菅政権、今後のこう外交方針、どうなっていくのかっていうのは、うん、まあ今後、構築していくのかもしれないですが、はい、日本としてもこれ、旗を下ろしちゃいけないわけですよね私はそう思いますね。 でそこをこう譲ってしまうと、あとのことは、まあ、格論もずるずるずる,ずるとですね、はい、あの妥協を強いられるというふうに思います。うん、まあ日本政府が国際会議で、その用語を使わなかったことをですね、まあ、外務省幹部がメディアに対してですね、はい、まあ国際会議などにい,ろいろんな国がいるから、まあ、みんながこう受け入れやすいようなまあ文言を選んだというふうに説明をしているそうですけれども、うん、だとすれば逆に言うと、悪く言うと、核心犯だというふうにも私には思えますので、まあ、そこはやはり譲る べきではない一線なんだろうというふうに思います。うん、それからその安全保障面で、この先ほども。オバマ政権と、うん、まあ、あの、その延長というようなことになってくる。あの八年間で、うん、その。この安全保障の面で、特に東アジアでは。うん 評判良くなかったででうねねまあそうです、ねあのーまあ、いろんな理由もあると思いますし、<ー>まあとはいえ大きな戦争は起きなかったと肯定的に見ることも、まあ、あ現に今のこの4年間、ですね<ー>トランプ政権、一見乱暴に見えるけど、大きな戦争をしなかったじゃないかというふうに評価する向きと同じことも言えるのかもしれませんが、<ー>私、まあ、こういう問題でいつも申し上げてるんですが、一番重要なことは、ですね実際にどれぐらいの戦力があるかどうか、もちろん大事なことだと思いますけれども、はい、例えば中国から見て、いざ という時にアメリカ軍が介入してくるかどうかということについて中国がどう判断するかということが裏返しに言うと抑止力がある、高い、低いっていう話につながっていくんだろうという,ふうに思います。 マママ政権の8年間は、なんだかんだ言ってもですね、はい、やっぱり足元を見られたのではないかと。でそれを例えば戦略的忍耐という言葉で誤まかしたりですね。なん、はい、だかんだ言ってあの8年間に中国は南シナ海の実効支配を次々に強めていったとうまあいうことは、まあ、どうせこの程度のことをやってもアメリカ軍は何もしてこないだろうと、まあいうふうに足元を見られたからではないかと思います。ので、 まあぜひ来年1月20日以降、新たなですねアメリカの政権は、そういうことは繰り返さないようにしていただきたいなと、今回のこの同盟国と連携してというのは、非常にいい話だと思うんですけれども、それが単に言葉で終わることのないようにお願いしたいなというふうにも思いますね、はい、何か次期政権の,この閣僚人事などを見ると、中東だとかヨーロッパに目が向いてないかっていうふうにも見えてしまいますよね、はい、まあこれ、なかなか民主党政権、そういう方も多いんですけれども、 中東などの専門家が安全保障チームに入って、なかなかアジアの専門家が入らないと、と、まあ、そもそも総数がそれほど他に比べて多くないという問題もあるんだろうと思いますけれども、まあ、共和党の系の方には比較的多い方も、あのそういう方もいらっしゃるので、まあ、超党派でそういう方も重用して、ですねぜひ、抜、まあ、かりのないようにしていただきたいなというふうにも思いますね。 さあそしてもう一つ用意してきたニュースが、まあ、その東アジア情勢に絡んでアメリカの偵察機が、まあ、北朝鮮の軍事パレードの準備を監視しているんじゃないかと、まあ、これ韓国の聯合ニュースが伝えているところなんですがアメリカ空軍の主力偵察機が韓国上空を飛行したとでこれがそのパレードの準備をずっと見てるんじゃないかとこういう記事なんですが、はい、北朝鮮の動きってどうですか <laughs> まあの年明けににでですね、まあ、恒例ののパレードがあるししょうし、はいまあ、その時期に合わせ まあそれこそ弾道ミサイルの発射、その他、ならかの動きがあるかもしれないということで、監視を強めているとまあいうことなんだろうと思うんですが、私、このニュースで一番気になっているのは、実はつい先日、韓国がですねまあ北朝鮮を批判するビラまきを禁止すると、そしてまあそれ、違反すると3年以下の懲役っていう、恐ろしい法律をですねえ施行されているわけでもあり、それは北のですねえキム・ヨ金与正 そういうことやめなさいという談話を出しているのでその通りにしているというふうに見えたりもするわけですよ。はい、6月に談話を出して今制定したっていうのはそうなるとですね先ほどのニュースに戻るとですね、はい、同盟国これ英語で「like minded」という言葉を使ってるんですが、まあ、志を同じくするなどと一般的に訳されてるんですけど、はい、韓国そういう私たちの仲間なんでしょうかね。韓国が志を同じくしてるのはあれ 我々ではなくて、北なんじゃないのかというふうな疑念すら浮かんでくるので、ですねこの辺はねきちんとこの政権の分かれ目、世界がどっちに行くかという、この重要なタイミングなのでね、よろしくお願いしたいところですけどねええええ、ええ、いやー、このタイミングでやってくるって、あ,ある意味、次の政権に喧嘩売ってるとも見えるわけですどね <laughs>。 しかし、このだって芸能の自由とかどうなんだって話でもあるし、はい、で今、検察も解体しようとしている情報機関もほとんど機能不全になっていると客観的にはこれ、どっち向いてるんだってどっち向いてるって北方向いてるっていうふうに今、北朝鮮にとっては絶好の今いろんなことをやるタイミングだとまあいうことでもあるんだろうと思いますねうんそれがこの東アジアひいては日本って考えると、はい。 かなり不安定だまあだから同盟の一番弱いところを北がついてきた、はい、ということなんだろうと思いますねその向こうには中国いますよねそう思いますね、えー、この時間牛尾正人さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方はこの後も牛尾さんにお付き合いいただきますおはようニュースネットワークでした さあ、この時間はですね、年末特別企画です。私、伊田が取材してまいりました、陸上自衛隊対特殊武器衛生隊。この活動についてリポートをいたします。えー、対特殊武器衛生隊。 あの、今年、時々ニュースで見かけるという風うになりましたがえ、元々はですね、生物兵器などを使ったテロに対処するために編成された部隊でえ、お医者さんや看護師さん、それから臨床検査技師さんなどの資格を持つ隊員さんが多いのが特徴の部隊であります。で、ニュースに色々登ったのはですね、2月にクラスターが発生したあの、ダイヤモンドプリンセス号、えー、豪華客船、えー、あそこの医療支援を担当したと、で、第一に投入されて、うん え、投入されたんですが、誰一人単位に感染者を出すことなく、現場での医療機関の医療支援をやり遂げたということで、まあ注目されたところであります。で、元々はですね、このテロ対処ということで、まあ日本でこの化学剤だとか生物剤でテロというと、まず真っ先に思い出すのは、1993年の地下鉄サリン事件。 えー、そして2001年アメリカ同時多発テロが起こりましてその直後に炭素菌が入った封筒が政府機関に、えー、いろいろ送られたという、ね、話がありましてそこでこのウイルス細菌といった目に見えない生物兵器にも 対処する部隊が必要なんじゃないかということで、えー、2008年の3月に、えー、創設されることになったということです後田さん、これ創設の時きというのは今から考えたらバカみたいな笑い話のようなことですけれどもねまあやはりさまざ、あ、まな特に対特殊武器うんぬんというネーミングもですねそういう方々の神経を逆なでしたのかなというふうにも思いますけどね。 あの時その反対に負けてですね、はい、作っていなければ、うん、ま,あまさにダイヤモンド・プリンセス号誰がどうやって対処したんだということでもありますから、はい、まあ当時の判断も正しかったということだと思いますね。まあ、創設してすぐに新型インフルエンザがあったりとか東日本大震災の時は福島第一原発に派遣されて被爆量の管理なども行っていたということがありますが、えー、このー主に扱う生物剤と呼ばれるウイルスや細菌 毒素について、まあ、目に見えないものであって戦う相手としては非常に厄介だということ、まあ、新型コロナでもね、えー、皆さんいろいろ報道があって身にしみているところだと思いますが対、えー、特殊武器衛生隊の山本哲夫隊長にお話を伺いました生物剤ってこう非常にまあ扱いが厄介な兵器でして放射線ですとか化学兵器っていうのはいわゆる検知器といわれるサーベイメーターっていうものを使いますと。はい 放射線のあるない、うんえー、化学兵器のあるないっていうのがすぐ分かるものですので、うん、比較的対処はまあ楽なんですけれども生物剤ですとか、まあ、いわゆる感染症の分野になりますと、はい、まず人から人にこう感染をして広げるっていうこともありますし、うんはい、症状が出るまでにこう潜伏期といわゆるこう時間経てからですね、はい、起こるっていうこともありますので。うん あとはもう感染した人をこう広げないためにはですね、うん、極力起こった発生現場でこう隔離をして、はい、その現場でどういった感染症が広がっているかっていうのを検査をしないといけないんです,、ねうん、ですからまあ我々は特にあの感染症を中心としたまあ訓練を行っているという状況になります。うん ということで、現場で、まず、患者さんを収容し、その方を隔離しながら、検体を取って、 そして、えー、どういったものに感染しているのかというのを確定させなければいけないと、はい、でそのためにあの大きなテントの陰圧病床ユニットというところで、はいまあ、隔離して外に空気が流れないようにしながら、はいえー、患者さんを見てそして検体を取ってそれをお衛生検査ユニットというコンテナトラックのようなものがつながっているんですが、はい、そこで、えー、いろいろとチェックをしていくということ、はいまあ、それをおーいろんなところでたけ展開ができるようにいい車両に積んでですね えやっているという話でありますでは患者さんを運ぶ時もただのストレッチャーに乗せるとまあ、周りで感染が広がってしまう可能性があるので、うん、外に空気が漏れない特殊なストレッチャーを使っています、うん、え私も実際に体験してまいりました胸と腰のところで見ててあ今カバーがやってきましたおお、はーいおー、今完全にカバーがかかりました 多分音の違いがわかると思います。スイッチが入るとファンの音がしてきました。これで陰圧になるってことですよね。はい、<ー>あの音が声がこもってるのがわかると思うんですけれども、あまああの普通のストレッチャー、まああの。 タイヤのついたまあ、ベッドのようなもんですけれども、その上にあの被せるようにして、えー、アクリルでできたですねカバーがついていると、だからそのカバーをですね寝ている僕の上にこうカパッとはめるんですよ。で、えー、はめてまずは飛沫とかが飛ばないようにしていて、でかつ、えー、そこから出て 空気がこう出ていくとそれに乗ってウイルスも浮遊してしまうのでえ陰圧といってえ気圧をちょこっとだけ下げて外から空気が中に入ってくるような形を作ると、うん、こういうですね、えー、これ特殊なあことをやっているとだから相当これ気を使ってるんでですすよねねそう今回は新型コロナというふうにある意味分かっているので彼らにとってはそうでないケースつまり本来の任務。 例えば有事においてです、ねはい、何らかの生物剤が巻かれたのではないかと言って出ていくわけですよ。うんうん、そうすると何が巻かれたのかそこからまず仕事が始まるわけですし、うん、何もないところに言えば病院をぶった出てるっていうのが彼らの仕事だということも忘れてはいけないと思います。えー、ということであのこの後ですね、またスクープアップのゾーンで,、えー、では、まあ、感染防止をしながらどういった活動をダイヤモンド・プリンセスでやっていたのかということもレポートいたします。 さあ,あこの時間も陸上自衛隊の対特殊武器衛星隊の活動のリポートをしてままいりますあ押尾さん先ほどご指摘になりました、まあ、今回はコロナだから分かっているけれども。 ふ段のこの実任務だと何かわからないけれども感染症が広がってそして人の命が危なくなっているその現場に真っ先に行くとでそこに入っていって検体を取ってどういう病原体なのかというのを同定すると特定していかなければいけないとだから自分たちは感染しちゃいけないしでも活動はしなきゃなんない。えー、その 病気になっている方に直接触れるそれも体液にも触れる可能性もあるということになるとあの例の防護服っていうのがこれある意味命綱になるってことですよね。 でこの防護服私も実はあの個人防護着をです、ねえー、着て脱ぐという体験をさせてもらったんですが、まあ、着るのももちろん大変なんですよね、うんえー、結構あの締め付けがきつかったりなんかするんで、はい、ところが脱ぐ時というのは、はい、表面に、えー、まあ リスクの高いウイルスが付着しているものだと思って脱がなきゃいけないと、はい、表面を素手で触るのは絶対にやっちゃいけない中でうまいこと脱いでいかなきゃならない、はい、これ大変でしたそか内側が本来であれば綺麗なところと汚いところの境界線があるんですが左足から。

これはの部屋に線を引いて線の向こう側があまあ汚染ゾーン手前側がまあきれいなゾーンという風にゾーンを分けてであのまあ汚染されている可能性のある防護衣を向こう側に置いてきながら自分たちは足を抜いていくとかですねあとあのマスクもこれ普通にマスクをしていてそのマスクを取ろうとすると分かるんですがこう最後、 紐のところがですねこれゴムになってるんで当然張力があるとそうすると普通に脱ぐとペロンとこう顎のところで引っかかってくるっと回っちゃったりとかするんですよそうするとその瞬間に飛沫が飛んでくる可能性があるということで中腰になってですねであの顎だけこうやって出しておいてそろそろそろっとこう脱いでいくとで最後は紐をこうつっている手をパッと離して、えー、マスクを 向こう側に落とすみたいなですね、一個一個細心の注意を払わないと脱ぎ着もできないと、で、当然、防護服を着ている間は、えー、そこからですね、穴を開けるわけには絶対に行かないので、おトイレ行けません、うん、こういうところの、まあ、ご苦労というか、細心の注意を払ってるわけですよね、これを、まああの、もちろん自衛隊の方々もそうですし、今、コロナに対応している病院の方々も、同じことをしていると。 あのもうなんかニュースで見慣れちゃった、うん、あの防護服一つ取ってもそれだけの注意が必要と、はい、であれ、だからちょっとでも裂け目があったりなんかすると、うん、もう全部一からやり直しなわけですよね。そうですねまあ、まさにその民間の方も 同じことをされれれておられるわけけですけれども、えー、まあしかしながら自衛隊の特にこの部隊はなぜか感染者が出ない、はい、それはあの以前この番組でも申し上げた通り、うん、まさに今ご紹介いただいたような基本動作を徹底して行うからであり、うん、まあ実はこの部隊に最初に配属されると、うん、ま,まさにその防護服などにこうなんかわざといろいろつけてですね、はい、ほら見ろお前の指についてるじゃないかっていうようなことであの毎本当に毎日訓練をしてそういう動作を徹底してやるということが、うん、まあ今回の見事 ことの成果にもつながっているというふうに思いますね、うん さあ、その、お、見事な成果、あの、ダイヤモンドプリンセス号での医療支援であります。え、ここには陸海空の各部隊から延べ2700人が派遣されました。で、え、船内には厚生労働省の災害派遣医療チーム DMAT の方々や、消防、メンタルケアの専門家など様々なチームが派遣されて、まあ、各々コミュニケーションを取りながら対応に当たったということでありました。え、で、この対特殊武器衛星隊の中の、ま、実動部隊とも言える、 治療隊ですが、一101治療隊と102治療隊という二つの部隊があるんですけれども、この部隊2月の13日から乗船をしまして、PCR 検査の検体の採取。ですから感染の可能性がある人の最もそのウイルスが入っている可能性の高い、リスクの高いところをやったということでありました。現場の対応に当たりました、対特殊武器治療隊101治療隊の安倍晋次郎隊長にお話を伺っております。 事態が始まって2月から3月ぐらいだと思うんですけど、はい、あの時期ってこのコロナってものはどういうものかっていうのは、はい、完全に分かってた時期ではなかったですかね分かってはいなかったと思いますねはいそこで仕事をするっていうのは怖い部分ってなかったですか 発病した場合に死んじゃうんじじゃゃううないかっていかやっぱり怖さもありましたしそれ以外だと自分たちにウイルスがついてそれを逆に媒介して他の人にうつしてしまうっていうのもやっぱり恐怖はありましたので一応みんなにも言ってはいたんですけど自分以外はもう感染してるものと考えて何かもうこうやって触ったらもうその時点ですぐ。 アルコールで消毒したりとかそういうのをもうすごい意識して<ー>もそうしないとどこで何に触って感染するかもわからないのでうんそういうところはすごい意識するようにしていたつもりですそれはやっぱり隊員さんたちにも徹底しなさいっていうのをはいたたはい、そうですねあの朝礼等をやってたんですけどもその際には伝えるようにはしてましたので、はい、みんなもそこを理解してくれてやってくれてたと思っております まあ、その、まだね、ウイルスに対するま知見というものが溜まっていない状況だったので、感染の恐怖というものと、戦いながら、しかし平常心で、凡事徹底という形でやっていたということであります。で、まあ、このクルーズ船の中というのは、日本人だけじゃなくて、様々な国籍の人が、特に船員さんなども含めるとね、乗っているということ。で、その中から、こう、検体を採取するというのは、かなり様々な苦労があったようです。 広くて大変やっぱり病院だと患者さんが来てくださって、はい、僕らは採血だったり鼻綿棒でグリグリとか、はい、そういうのをすればいいだけですけども、えー、ダイヤモンドプリンセスの際乗客の方々のお部屋に直接伺って検体採取させていただいたんですけど。はい、いつまでにやっぱり エレベーターを使って必ず行かないといけなかったりしたのっ結構時間がかかってそこは大変だったというのは一つありますねそれ以外にも船内で苦労したのはいろんな国籍の方々が行ったんですよね、はい、でコミュニケーションで苦労したなっていうのが結構あってですね言語の部分とかですね言語ですね 日本語英語英が通じない方も結構いらっっしゃったんですよねなので、まあ、そういった方とコミュニケーションを取る際には音声翻訳機っていうんですかね<ー>いわゆるポケットとかあるし、ねはい、ああいうので英語で喋ったのをあちらの言葉で変換してもらってコミュニケーションを取ったりするとか。 あとは乗客の方の携帯電話で、英語のできる家族の人にかけてもらって、電話して、電話してそのテレビ電話で僕が英語で家族の方とコミュニケーションを取って、その家族の方に翻訳してもらって、コミュニケーションを取るっていうやり方ですとか、じゃあ、仙台から国際電話かけるみたいな <laughs> そういう形になると思いますね。 君の訓練場に来たと思います特に我々の場合だと個人防護具ウ、まあ、ンとかマスクとか手袋とかの着脱を閉鎖の訓練からかなりやってましたので、はい、基本基礎がしっかりできていたというのがあったおかげで今回特に個人防護具を着てやる行動がほとんどだったので、はい、そういったのにもスムーズに入り込めたと思ってますのでやっぱりそこは大きかったなというの思っております。 メンタルはみんな各隊に強いっていうのもあると思いますけども、あの非常にケアもしっかり。それ自衛隊全般のサポートとしてですね。していたと思ってます。個人的に僕のレベルでやれること。つったら、まあそれぞれの隊員と。まあこまめにコミュニケーションをとって。まあ問題ないかって確認するっていうのは意識してましたし、それ以外にも。 一緒に派遣で副隊長もも行かれたんですけども副隊長はシフト勤務と作ってくださって、うん、なので今日は A さんは休みでそこから明日出てきてねとかそういうシフトも組んでくれたんで、まあ、そういったとこでメンタル的なところも休むことできてあのまあメンタルだけじゃなくて。 体もだと思うんですけど心身ともにしっかり休んだりそのメリハリをつけてできたっていうのとあとはそれ以外にも人事中心に派遣後にメンタルケアの一環で面談等もしてくださったのでそういったところですごい全体でメンタルのケアのサポートもしっかりしてくれていたと思っております。 まあ先ほど牛尾さんも指摘されてましたが、まあ、やっぱりこの基本動作の徹底というものが命を守るっていうところを、もう身にしみてるってことなんですかね。別に悪口を言ってるわけじゃないんですが、<laughs> ダイヤモンド・プリンセス号ではです、ね、まあ、あの現場を仕切っていた厚労省の方々が感染をされたと。 に対して、まあ、このチームが一番まさに危険なゾーンに入っていって、うん、そういう作業をしたにもかかわらず、えー、今日に至るまで災害派遣ではまだ一人の感染者も出していない。はい。それは陸上幕,上幕僚、長が号令をかけて、感染拡大予防のために災害派遣に行く我々自身が感染してはいけないということで、うん、まあ、いろんなことを徹底して行ったと。うん、まさにその先ほどあったような、まあ、着脱の特に脱ですよね。はい。そういうところの、 訓練を日々行っているからこそこの成果につながっているわけですし、うん、そもそもがこの舞台がですね、はい、核や生物化学兵器まあそういうものが我が国に散布されたという最悪の事態を想定して日々この訓練をしているからこそ、うん、今日の成果につながっているわけでそういうことをそもそも論で指定するような方々はですね、うん、これを機会にぜひその考えを、うん、正していただきたいなというふうに思いますけどね。うん えー、今日は特殊武器衛生隊ご紹介いたしましたお送りしてまいりました OK 工事アップお分かりの時間が近づいてまいりました、えー、それから一つ訂正がありまして私地下鉄サリン事件を1993年と申し上げましたが95年の誤りでありました訂正いたします、えー、今日は牛尾マスさんとお送りしてまいりました牛尾さんありがとうございましたこちらこそありがとうございましたいや感想たくさんいただきまして、うん、やっぱり頭が下るねっていうね、うん うん、これだけのことを黙々とやってるんだなっていうところですよね藤井さん良いお年をお迎えくださいそして来年もぜひよろしくお願いします,しします今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田浩二の OK 工事イヤップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています 生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの情報をぜひチェックしてください。ポッドキャスト y o u t u b e には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね6時台の「教えて早起きドクター」では毎週、お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています女優の黒木ひとみさんが毎週さまざまなゲストと対談する黒木ひとみの「朝ナビ」。 7時台は女優の原道子さんによるラジオエッセイは道みち子のいってらっしゃい」などニュース以外のコンテンツもご用意していますさらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますさらにもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩二の「そこまで言うか」を連載中ですこちらもぜひチェックしてください